はい、どうも、しょうくろです。ついにやってきました、1万人企画。もうこれね、みんな楽しみにしてたし、俺が一番楽しみにしてないんだけど、今日の企画は YouTube の収益すべて釣り具につぎ込んでみたっていう企画をねやろうと思います。まあ、今日はね、アングラーズ片田店っていう、僕が一番ね、まあ結構琵琶湖では好きな、接客がいいんでね、好きな店があるんですけど、そこでね、もう YouTube の収益を全部つぎ込んで釣り具を買おうと思います。まあ皆さんね、登録者数1万人いったら収益がなんぼやねんって思うじゃないですか。まあ、他の YouTuber とか見たらいつも最後に言うんですけど、僕さっき言います。 YouTube を確定した収益を1の位まで間違わずにしっかりと言わないといけないんで、大体で表せないんでマジでしっかり言うんですけど、7月、8月の収益まだ入ってないんです。で、7月の収益は106,024円でした。もちろんね、竿とかこうでもたら 1.5 本ぐらいこうで終わるじゃないですか。それは思わないと。もう今回は全ての YouTube の資金をルアーとかワームとかそういうあの消耗品につぎ込みます。どれだけ買えんねんって思うじゃないですか。例えばもうワームとか今800ちょっとやら平均、100袋こうでも8万やからもう今日はね、今までの過去最高の買い物になると思うし、僕の YouTube の活動資金これ使い切っちゃうともう残り10万ちょっとなんで、これ再生数取れなかったらもう YouTube 活動休止になります。だからもうね、今日は賭けのね、もうほんまに勝負の企画なんで、まんま楽しんでいこうと思います。ということで釣り具屋に行きましょう。レッツゴー。まずね、これを買っていきますよ、肩は。まずこれ5個ぐらい買っていこうか。そうそう、行くわけないですよ。まずはね、これこうどこ、これ計量ね、最近あの、するのおまなってきたから、こういうの買っていかんと。最近サイズじゃなくて重さも重視するようになったから。とりあえず1個目、2900円、安いわ。余裕。で、これ、おいおいぽ、これね、もうバスに飲まれること多いんで、こういうのしっかり持ってね、万全の釣りで釣り行きますよ。無理やで、そんな姉からその使うタイプじゃないか。嘘です、嘘。ダッサ、この作業ダッサ。ほんまにな、欲しいやつだけ買っていいから。もう保育会じゃないとな、俺釣り具とか結構ケチるから、買う機会ないよ。とりあえず2袋いっとこう。これね、スパテラ31、もうこれ俺60ってたことある。もう圧倒的信用してるワームやから、だからもうこういう時にね、バンバン買っていきます。4インチもいっとくか。カラーなんかもとりあえず横のやつ取ったらなんとかなるから気にしません。タイニークラッシュの VTR 売ってんね、これ。これマジでいるやつ。太陽の光であのこれ溶かしてちぎれてもうたから2個ぐらいですと。あとこれね、1万人でも行くし、5万10万の時もやります。だからね、あのもうみんな楽しみにしといて。だからあの俺のチャンネルが有名になるようにバンバンみんなに広めといて。まだやるから、その時の収益たるや半端じゃない。これ1600円でワームで、高すぎやろこれ。高いんや。めちゃくちゃ高いワームで、まあ、買うけどな。カットテールね、間違いない。こいつはもう絶対買っといた方がいいし、もう何個あっても損がない。ミルクボーイの最初のやつみたいな感じ。もう賞味だ。普段の俺やったらもうこれ買い物終了なんやね。買うもんないから。今日は使い切るね。使い切る。こんな買うのも初めてじゃん、人生で。初めてマジで。なるほどな。これもマジで宣伝じゃないけど、これな、ボイルリグのめちゃめちゃいいやつ。多分これからも愛用するからね。2袋か、3ついっときましょう。690円。じゃあもう一個いこう。今回はね、無駄遣いっていうのがテーマやからね。あ、これもいっとこう。これね、高くて今まで手出されへんかったんやけど、ワームとかをうまいこと管理してくれるやつ。うん、これええな思ってな、欲しかったよ。なんかタイみたいなのありますわ。合計で1100円。高え、しかも税抜き。まあいいでしょう、いいでしょう。まずはね、使いませんけど買っときます。これで500円で、これ500円、540円の解体放題。いいね、これ楽しいぞ。不合になった気分。マジでこれ再生数取らないかと思われへん。あ、はい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 、カットかなあかんもあったわ。ドライブスティック2袋いっとこう。うん、ではこれも
3インチもいとっか。最近なロングワームの魅力にすごい惹かれてるのよ俺は。よしこれ2ついとこう。まだ2万もいってないのにもうネタ尽きてんねまだ2万もいってないからこれいってないやろ。あとねネイル進化、ここはね僕結構使うんで3つずつこうときましょう。贅沢贅沢。もうね、もうガンダムそろそろ卒業します。もうこういうとこ手出せるやつの手だから。もう高っ、マジかよ、450円か。関係ないよ。3つぐらい豪快にいっとこう、よっ。さあ、ルアーそろそろ行くか、ハード系、うんうんうん、あ、レベル5いっとくか、久しぶりに。これね、あの、うん、バイブレーションで全然釣らないし、この間のやつで確かちっちゃい釣ったんやけど、この前これ最後に釣ったのがね、中学3年ぐらいの時にね、これで淀川で80のシーバスを釣ったわけよ。だからね、あの、こいつには圧倒的信頼を置いてるんで、これ買いましょう。さあさあ、あ、来た、これかな、ペントミノ、そう。これいっとこう、1700円、たっけーな、おい。だっていっとこう、どうせ楽すし。でもな、俺ルアーあんまり好きじゃないから、あんまそそらへんねんなめちゃくちゃ。これでまだ4万とかいけなかったらビビるやん。さあ、フロックとか、あのね、僕結構好きなフロックあるんですけど、あんまりもう使わんということでね、そろそろもうしっかりとしたバスタークとか。ガバチョはガバチョ、ガバチョない、これやな、スピンガバチョ、大きいガバチョ。ジャッカルしっかりしてくれないやんか、俺が買いたい時。あ、あれやな、まあ、ショークローズフィッシングメンバーって、まあ、あのオンラインサロン的なやつがあるんですけど、まあ、そこに入ってる人にとりあえず全員プレゼントするか。僕がね、適当に選んだ5個えりすぐりのやつを多分1万人記念でステッカー作るんで、その時に送ります。どうしようかな、今11人なんで、まあ、9月までに入った人全員に僕がえりすぐりで選んだやつで1万人ステッカー配ろうと思うんで、欲しい人入ってきてください。まあ、揚げしぶるやろうけどな、俺は。大して欲しかったやつってな、こうやって買ってみるとないんよな、びっくりするな。とりあえずフリックシェイク、ゴードゴフリックシェイク、これもあって困らんランキング結構高いから、はいはいはい。 あとこれフリックシェイク、あれ、今までね、散々釣りにお世話になった東くんっていう人がいるんですけど、動画にでも出てる、まあ、彼にあげようと思ってます。もう今までね、彼には合計10万円分ぐらいね、ワームもらって全部ロストしてるんで、じゃあそろそろ恩返しをしてからな。これなんぼなるか、こうなってきた、めっちゃこうなってきたわ。勝てて選び続けるやん。これで何倍やと思う？10万超えへん、まだこれ。絶対5もいってない。一回オフィーとしてみる。あ、せやな、一回これ何倍になるか、ちょっと一回行ってみよう。すいません、一回これ何倍になるか見てもらっていいですか？はい、ありがとうございます。これポイントカード作った方がいいな5いってないにかけるわ、俺。ほらまだ2万ちょっとです。ほらな、えぐいて、これはえぐい。え、これ、あの、誤解できんねん。4万9000円。マジで。ほら、一旦これ大丈夫で買います。保留でこれ貯めれますか？置いときますけど。あ、それでお願いします。はい、ありがとうございます。これで5万いってないんか、やべえ。やっぱりほら言ったやろ、これはやばい。もうまあお腹いっぱいやろ。もうお腹いっぱい今から吐くあ、ほらちょっとここでしか買われるやつ買っとくか。ちょっと贅沢しようかな、これちょっとこれ1400円やけど、こっち2000円。わあ、これ迷うよな、もうこれあるあるよな、これほんまにみんなこっちやろ。俺もそうなんやけど、一回こっち行くわ、久しぶりに。今度行こうか。2000円、高いわ。出し尽くしてしまった。これ以上欲しいもんがない。左行ってみる？左行ってみようか。うまいな。どうや。あ、なるほど。じゃあ収納系か。でも物足りてんのね。あー、でもそっか。ちょっとここ贅沢しておきたいな。うん。下から絶対
どういうこと、これ上からな、これな、こっち上からなんやけど軽いね、簡単に開くね。おお、いや、こぼれる、大変ほんまにあかん、ええ、待てよ、あ、これ The best The best size、 これいこう、これと、これもいくわ、もう何でもありの世界に、これ俺の特設コーナーやろえ、だめ、これ別にへし折れても使えるし全然問題ないから、これこうとこう、これ今ここら辺見てて思い出したけどさ、ここら辺のバンダナとか言ってるけどクソ高いやん、俺がようつけるやつとかな、ここにあるやつとか、アマゾンで十分やから、アマゾンもっと安くていろんなセットのやつあるから、アマゾン見てみ、じゃこれやん、サンダル、なるほど、いやこれはマジで、多分ダサいじゃなくて視聴者も思ってる、お前は危ないと、違う、これのメリット、これのデメリット知ってる、これ殺されんねほんまに、例えばさ、崖を降りるとする、まあ、崖を降りることなんか俺しかないのけど崖を降りるときにさ、こう行くやん、見て、こっち足やったらさ、これがもう前に出るだけで終わるのよな、ただこっち、ここでマジで親指と他4本なの、こうなるから、ほんまにめっちゃ痛いし、だんだん吐いたりとか、水が入ってきたら水ぶくれみたいな起こすよ、こっから、だから、買いません、じゃあ俺が言ってるのはこっちな、あ、こっち、うん、いやでもな、クロックスとかな、これ砂入ったらあかんやろ、砂とか入ったらな、落とすのに向かってる、こうだから、今ここに俺の星もないよ、これは違うわ、一切の信頼がない、このあと、このビリビリって音、俺めっちゃゾクゾクすんねん、この意外に切れへんねん、さあ、行きましょう、引退やないや、もう勝負だってさ、俺ファンキーしよう欲しいけど、でも1万人やから、まあ、だいめとこ、5万、5万の時にやるわ、ということで、もうちょっと贅沢すると思って、いや、高いな、高い言うてられんけど、高いわ、これ5g、これとこ、これと、あ、すいません、渋って、お前今日高いって言ってた、いつ買わねえって、安いって言わん、この台はありがとう、ここも入ってるわ、これ、こういうところ、台はなんか大量生産できるかしらんけど、安い、4、3、ここね、下に重り入ってるやつ、これ大事やから、これね、なんかイキエとかでさ、ダブルアタックリグとかなんかそういうのやってくれみたいな声あるけど、イキエでダブルアタック無理やから、魚すぐ弱っちゃう、そんで絡まる、あとね、ハワイアンフック、まあ、こういうなんか軽油されたね、こういうフックね、これはマジで安いやつやったら伸びるからやらんほうがいい、俺一回それでジョイクロタイガーまで飛んでいったことあるから、マジでおすすめしません、安いやつは、これだけはほんまにいいやつ買ってるよ、ちなみにこれ言うていいか知らんけど、俺エヴァムリン嫌いやねん、全然伸びる、うん、これや、これ、これ好き、デコイのやつ、デコイのやつめっちゃ強い、うん、ダサ言わんといてくるぞ、ジョイクロはね、ほんまやったら買ってたんですけど、新しいの出るやん、3連結の、あれマジでバチクソ楽しみやから、ここは耐える、そう、この間ね、僕中古屋さんでね、スイッシャーとかのこのプロペラのやつ買うたら、まさかのシンキングでむちゃくちゃ早く沈むやつで使い物ならなかったんで、ここで新しく見ます、あ、いいやん、これ、これいいやん、スプーン、これいいわ、これ買い占め、買い占め、2つしかないけど、これいっとこ、ここら辺のまあ定番スタイルいっとか、全部これで2000円、イワナ釣りのところに面白いのある、見てこれ面白いね、これ、いや、これこれ画期的やぞ、こういうね、バス釣りはバス釣り以外のところからやったほうが釣れる時もあるからね、こういうイワナ用のミノとか、うん、これ結構面白いな、あ、こどここいのスピナーベイトの横につけるやつ、あと、針子いとこ、針子、針がね、最近俺もなくなってきてるし、だいぶ錆びてきた、くるくるっかいな、お、700円かよ、では、贅沢しよう、大量買い、いい、
わあもう手出すかこれ。これ欲しかったな、賞味欲しかったんやけど高くて手出されんかったけど。マジ5000円。行きましょう。マジでもうロストだけは許されへん。本日最高値。そういえばあと贅沢してもうちょっとカットテレビとこ、まあ何色とかいっか。あ、ちょっと待って、結構パンパンじゃない？これ来る？いや、もう行ってるかもしれんな、もしかしたら。ラスト贅沢とか、ラスト贅沢そこはちょっと出し渋って、これので、ベイトフィネス用の10ポンドとスピニング用のこれ、100メーターしかないんか。怖い怖いな、これ怖いな。いや、いっとこ、これで10万いったんちゃう。これで10万いったやな。いってそうやな、そんなパンパンやったら。行こうか、行こうか、行こう。すいません、じゃあこれお願いできますか。はい、ありがとうございます。はい、すいません。さあ、いくらになるか。あ、これもいとこ、これ欲しかった。うわ、単価が違う、さっきと。これ怖いな、これいったかもしれんな。頼む、何個や。お、合計、ちょっと待って、はい、106,024円が予算なんですよ。はい、だからちょっとだけ減らし、はい、出せ。そんなら、10万、でもそれでも、じゃあこれ1個減らしてもらっていいですか。ポイント、ちょっと調子乗ったやつ。ちょっと調子乗ってもらっていい。今回1万人企画なんです。はい、それでちょっと、上いらないですか。上いらないです。現金でお願いします。はい、ありがとうございます。怖い。あ、で、10万。はい、10万5000円、1円で。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。10万5000円でお願いします。人生最高の買い物です。お、嬉しいぞ、なんか。すげえ、ナイス。ブラックバス入れたから。こんなの初めてや。はい、すいません、ありがとうございます。もう釣り道具に困らない。え、もう釣り道具に困らない。はい、全然困らない。終わりですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。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 やってもた。やばないこれ。もうこれほんまに、もう2年は大丈夫や。見て、もう袋の中に袋とかあんもん。大量の針とか。うわ、すげえすげえ。これはテンション上がる。ということでね、今日は、YouTube の収益全部釣り具につぎ込んでみたという企画やったんですけど、最高やな。こんなにやったらマジでテンション上がるし、なんかもう感覚バグってくる。なんか次釣りが行くのちょっと怖いもん。まあね、まあ、こんなんね、もうほんまにめったにないんで、次やるとしたら5万人かな。5万人の時は多分収益、まあこのまま行くと約50万くらいになってるかもしれないんで、まあ、次はその50万はね、リールとか竿、そろそろ手出していこうと思います。まだゾディアスとかね、今あるやつでいいんで、まあ、今回はこの小物に全部つぎ込んでみたっていう動画でした。まあ1万人かこんなんでええやろ。まあもう僕が最高に楽しんだんで、もうこっから、まあ、あの秋はね、巻物シーズンなんでね、もうあの これを使って真剣にバッツリを楽しんでいこうと思います。なんでもだー。まあね、もうこれから秋が始まるんで、こっから次はね、こいつらを使ってね、秋のバッツリを真剣に取り組んでいけたらなーって思います。ということで、今回はこんな感じで終わりましょう。みんなバッツリを楽しんで、バイバイ。